やっていきましょう。ぜひ皆さんグッドなチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということで OBED がそろそろ変わったみたいですね。だけどもネタバレ要素結構やばいぞっていう風にグルチャで教えてもらって、あそうって言ってちょっと OPED は叱るべきタイミングで、なんか17話以降は ED いいよとか20話以降は OP いいよとかっていうお話を聞いておりますんで、そこら辺まではちょっとね OPED は後にしていきたいなと。で本来であれば OPED のネタバレとかも気にせずに見てるんですよ。だけどもたまにそこまで出しちゃいますみたいな場合もあったりするんですよ。無色転生がまさにそうだったね。無色転生が本当にすごかったんで、あ、違う違う、それも動画出ますんでよろしくお願いします。だからね、あのみんなが俺にちょっと待てよと言った場合は待ちます。そうじゃない場合はもうガン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 もう OPED がタイミングから、それが本来のあるべき姿なんで、そういうタイミングで見ていくっていう感じになりますんでね、よろしくお願いいたします。準備はよろしいでしょうか。さあ14話やっていきましょう。実はね、無色転生マッシュルとか佐々木とピーちゃん姫様、いろんなたまってる作品をね見ていったんですよ。すげえタイミングでちょっとねやめちゃったんだけどね、あのバタバタして、でやっと全部見れて、もうすごい面白かったんだけども、それを撮ってる流れもあって少しだけ13と14で間が僕は今空いてます。1週間ぐらいかな、それぐらい空いております。それが本来だね、普通だね。1週間空くのが空かないのが今普通すぎてね、はい、あのテンスラでも追いついたら追いついたで、ああ、1週間待たなあかんのかみたいな感じになってるから、はい、そんな感じです。ということでやっていきましょう。レッツゴー、きた。いや音楽怖い。もうやってんじゃん。いや俺のおかげでどうにかなってきただろ。俺がいなきゃもっとひどいことになってた。みんな俺がいたおかげだ。忘れねえわな。お前は俺に返しきれないだけの借りがあるはずだ。でも必要なのは力だからな。力がねえからな。やってることは今は正しいよ。これそろそろ終わりにいたしますかな。ただバット感が。だからそれを全部返して終わりにしましょう。終わり。これはきついな。金利を吸ってばほんとそんな性格。わざわざ悪役買って出ちゃって。さて何のことか私には分かりかねるね。あんな子守ろうとして謹慎処分なんてバカみたい。私は己に従ったまでだ。ただ正しく己らしく恥じずにあろうと。やっぱいいやつ。騎士だ騎士だよ。いいんですか。ビルジーだってあの件の準備で忙しいのに。客人立っての嫌いだ。ケレコにゃらいいんですけどね。フェリちゃんには言い訳をしてるようにしか見えません。言い訳。俺は大丈夫だ、俺は頑張ってるんだっていう。無理もないだろ。おお来たか。おおーピーおーやおーピースキップ出らんかい。わからんわ。いやわからんし、なんかダークだな、おい。やだよ、ダークなの、ちょっと。怖いな。だいぶ怖すぎるな。すべてがダークなんだけど。なんかもう、怖いんだけど、でもダークなんだけど、でも大体そういう時で曲かっこいいんだよね。なんとも言えねえな。このダークな感じは嫌だけど、絶対かっこいいのは今の1秒でわかる。スキップ出せ。すまなかった。何をどうしてお前が謝る必要があるんだよ。僕は君ともユリウスとも友人だ。友人同士の行き違いを止められなかったのは僕自身の不徳のなすところだ。おう、あの決闘には何の意味もなかった。何の意味もない。やはり目が。あの場で二人がぶつかって何があった。うわ、君が傷つき、ユリウスも自身の経歴に泥を塗っただけだ。冷静に腹を割って話し合ってみないか。意味はあったんだ。そうすればすぐに誤解もなくなった。ラインハルト、お前の気持ちは分かったし嬉しいわ。なら。でもその申し出は受けない。声が。話は終わりだ。バッと入ってる。うわ、意味はありすぎた。どうしてだ。君はあの決闘で何を得た。失ったものばかりじゃないのか。エミリア様のことだって。今日は帰れよラインハルト。お前のご主人様が寂しくてわめき出さないうちに。フェルト、余計なお世話だってんだ。トゲがあちらこちらにバット入ってんな。まあ、その力を頑張りに変えてる。なんならいいけど。そろそろ終わりにいたしますかな。それだけならいいけど。でも協力してくれて優しいな。おお、お疲れ様でした。おお、レムはさ、俺のこと情けないとか思わないのか。思いますよ。思うのかよ。なんで情けない俺と一緒に残ってんだ。そう言われたから。情けないと思うことと一緒にいることとは矛盾したりしませんよ。それに命じられていなくてもレムはきっと残ってました。おお、なんでだ。レムがそうしたいからです。勝ち取ってるやん。やば。明日出かけませんか。素敵。ここに来てから3日間どこにも行ってないでしょ。
やべえ、勝ち取りたいって言って、走り出しそう俺。勝ち取ってるじゃん。おー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 、今回のイベントが。お前も応戦に興味あんのか。リンガ、いきなりその顔で近づくなよ。あと、レンガ、リンガおじさん。おお、店番してる。これは素人、店に正すな。あ、候補者は5人か。まあハーフエルフが入ってるってのはイカれてるとしか思えねえが。おお、エミリアね、魔女の敬類が王様になれるわけねえだろうが。バカも休み休み言ってんだよ。こんなガツリなんかみんな、その魔女だかなんだかと関係があるってわけじゃねえだろ。最初ではようわからなかったけど、ハーフエルフだからって一括りにして見切りつけんなよ。その、エミリアって子だって国のためにとか思ってるかもしれねえじゃねえか。何を必死になってんだよ。俺は自分のためでしょ。嫉妬の魔女が理由か。その魔女様ってのがハーフエルフだったから、他のハーフエルフも全部危ないってのかよ。そうだよ、魔女が怖い誰もが持ってる共通認識だ。花から勝ち目なんかねえのさ。相当だ。誰が好き好んで担ぎ上げたのやる。あんまり大っぴらに往来で魔女って単語出すのはやめとけ。どこで誰が聞いてるか分かったもんじゃねえ。すでになんかヤバそうな気もする。怖いな。おー、相当だね。みんながそう思ってるなんてこと教えてくれなかったじゃねえか。言ってくれなきゃわからないよ、スバル。うわー、俺だって言われなきゃわかんねえよ。うわ、なんかスバルはもう満帆のコップみたいな状態だな。感情がちょっと揺れるだけで感情が爆発する。おー、弱さ、それと向き合ってんだね。夏希、スバル、少し付き合わないか。おお、クルシさんか。執務を離れた格好をケイに見せるのは初めてだったな。全然雰囲気違う。今日は夜風が涼やかでいい。夜空を見ながら酒をたしなむのに絶好の日和だ。素敵な空だな、マジで。ほんで強そうな酒や。俺酒は飲めねえんだけど。水を舐めるだけでもいい。おお、どうだ、ゲートの治療の方は。にゃにゃ、ちょっと。ああ、順調に。うわ、まあ、にゃにゃ。なこれ、なんのご褒美これ。これ背中で何やってんのこれ。背中でこうなんか手突っ込んでんのこれ。ああってやってんの。でこっちはこっちは何のご褒美これ。変われよそこ。とりあえず変われよ。一応順調に。フェリスは優秀な治癒術師だ。任せておくといい。ずっと忙しそうにしてるよな。当家では今ある出来事に際して人と物を集めている最中でな。 おまけに応戦の話が広まって以降、縁談の話が連日来ている。他の候補者も同じだな。縁談ってつまり結婚ってことだよな。うわお、そうか、みんな独身だもんな。やべえじゃん。気になるか。やばいよ。別に気になるやろ。ウィルヘルムさん、綺麗な奥さんがいるって前に言ってたなと。言わなきゃわからんぞ。ウィルヘルムが私に仕えている経緯を K は聞き及んでいるのか。はあ、にゃんてスバルキュンたらここにいるわけ。それにクルシ様、そんな無防備な格好で。おかしいか、普段フェリスと晩酌するときと変わらないだろう。それがダメって言ってるんです。男は狼にゃんです。お前も男だろうが。それな、戯れはよせフェリス。夏希、スバルの思い人が誰であるのか紛らわしいわ。応戦の場にいた全員に知れている。確かに、まあ、喧嘩しちゃったみたいですけどね。もう本当にスバルキュンってば分かりやすいんだから。ああ、釜掛けが。下を向くなよ。うまいな。瞳が曇れば魂が陰る。それは未来を閉ざし生きる意味を見失うということだ。めちゃくちゃ大事な。己の正しきに従うとき、下を向いて行う者にどれほどのことができる。顔を上げ、前を向き、手を伸ばせ。私は K のことをつまらぬ敵とは思いたくないのでな。 OP を思い出すな。クーリッシュ様がそうおっしゃるにゃら仕方ないですね。早くエミリア様と仲直りしてくれなきゃ。そのために何ができるのか、やれるのか、それを費やして尽くすの。何ができるのか。素晴らしいな。できることならある。おお、まさか。俺にしかできないことならある。リセット。言われるまでもねえさ。おい、なんだ、なわけねえやな。笑顔にすることだ。風が出てきたな。まさかのチートじゃねえやな。少し荒れた天気になりそうだな。ん、含みありけりか。天気だけの話か。おお、立った。そろそろ終わりにいたしますかな。ご冗談を。気構えが違うご様子ですが、努力ができる。クルシさんにお悩み相談してもらったんですよ。リセットではなく、きっかけさえあれば問題なんて消えてなくなる。本日はここまでということにしましょう。え、いえ、強くなる選択肢を捨てた相手に強くなるための剣を解くことはあまり意味のないことではと思ったものですから。 はえ、これそりゃどういう強くなるための選択じゃないのこれ。大事なお話が。What? 前を向いたんじゃないの。は、話はレムから聞いているか。
レムが感じたのは姉様との共感覚を通じた気配のようなもので。気配？姉様の千里眼ならもっと詳しい状況も拾えたはずですけど。不穏な感じの共感覚が来ちゃったのかにゃ。詳細はこちらでもわからない。だがロズワル辺境博の領地だな。彼の屋敷のあるあたりで厄介な動きが見られたらしい。お、やべえじゃん。すでに領内の一部は限界態勢とのことだ。やべえじゃん。厄介な動き。もともと予想された事態でもある。辺境博がエミリアをハーフエルフを支援すると表明した時点でな。ほう、そんな偏見でいざこざが起きてるってのか。大筋はそれで正しいだろう。やばいよ。俺が離れた途端にこれかよ。周りは敵だらけじゃねえか。味方になってやれるのは俺しかいねえだろ。助けに行かなきゃいけないよな。いけません。スバル君は治療に専念するようにと。レムも同意見です。今は体の治療が最優先で。俺たちしかいないんだ。エミリアの味方になってやれるのは。おお、なんかやばいな。選択が始まってるぞ。俺たちの屋敷にエミリアのところに戻る。治療はお預け。夏希スバル、ここを出るのであれば敵ということになる。わお。ケイを客人として扱い治療を受けさせているのは一重に契約があるからだ。ケイの治療に関して私とエミリアの間にはある契約が結ばれている。おお。だがそちらから契約を手放すのであれば守り続ける義理はない。ケイが当家を離れた時点で私とエミリアは遺恨なく敵同士というわけだ。わお。勘違いしてたぜ。あんたとはひょっとしたら仲良くできるんじゃないかと思ってた。だよな。あんなの酒の席のザレ事だよな。できることをやれなんて敵に言われた言葉真に受けた俺がバカだ。おお。ピンチのエミリアを助けられたら困るから俺を行かせたくねえんだろ。うわ。勘違いしにあいでほしいんだけどさ。フェリス、よせ。ちょこっと勘違いがひどすぎます。やばいな。スバル君が行ったって状況は変わったりしない。行くだけ無駄。はい。王城であれだけ無様を晒してユリウスにとことんやられてまだわからないの。治療する方がよっぽど身の程をわきまえてるってことに。うわ、決めた。今までがエミリアのところに戻る。うわ、世話になった。忠告を素直に受け入れるのも男の解消じゃないの。お前の忠告のおかげで決断できた。うわ、ありがとうよ。うわー、よくない。これは間違って選択な気する。屋敷までどのくらいだ。気持ちはわかるが2日半ほどです。来るとき半日かからなかったぞ。街道に霧がかかってしまって迂回する必要があります。霧を生むのは白芸です。万が一遭遇した場合命がありません。白芸、いやー冷静じゃねえな。龍舎を貸していただき本当にありがとうございます。主に代わり今日までのご厚意に感謝を申し上げます。ご健勝で。よくないね。ラムから何か伝わってきてるか。いいえ、共感覚はある程度意識して制御していますから。今朝の場合も姉様の自制を通り越してレムに伝わってしまったものだと思います。ラムはもともと俺たちに知らせる気がなかった。おお。関わらせないようにでもしてるってのか。俺がいないとダメだってのに。俺だったら助けられる。そうしたら分かってくれるはずなんだ。よくないね。強くなることを諦めたっていうあの発言は分からんけどな。まあ今のこの結果は諦めてるよね。違う道へ行ってるから。でもそれはもうなんかなんで止まるんだ。どの道を取るか知ってるかのような発言になっちゃうよね。ごめんなさい、これ以上は治流を潰してしまいますので。おう、治流、この竜さん寝つけね。馬車の足元ゴロゴロ。起きてますか。コメ欄でお話です。おう、おう、どうした。かわす。寝つけないので少し話したくて。うん、可愛いか。そっか、レムもか。共感覚で知らされた分レムもめちゃくちゃ屋敷が心配だよな。大丈夫だって、すぐ戻って俺がどうにかするさ。はい、レムはスバル君を信じています。胸がキュン。スバルキュンキュン。レムキュン。おー、キュンた。なんで抱きついていらっしゃるんでしょうか。そうしたいからです。おお、何のすけこれ。ほら、あれ、この感じってこれ直してんの。フェリックス様と同じゲートの治療ですよ。ほえ。おお、治療。そうですよね。そうしたいか。やっぱり怒られちまうかな。時間をかけて自分の気持ちを言葉にすればきっと分かってもらえます。スバル君は素敵な人ですから。そうだよな。俺がいなきゃエミリアはダメなんだって。俺はこんなに思ってるんだから。おお、これもまた複雑な。ですから、そのほんの片隅にレムのことも。ザッグアッ。どこにも行かないでくださいね。おお、胸が痛い、胸が痛い。ああ、気持ちを考えると胸が痛い。レム、起きろ。すげえ寝過ごした。おお、なんか。これはこれは、おはようございます。俺と一緒に泊まってた。青い髪の子はどうした。お連れ様でしたら、その、聞こえねえよ。ですから、夜のうちに出て行かれました。こちらがお客様の荷物で。わお。何を感すると思ったら。何を考えてんだよ、レム。お前は俺を分かってくれるって、そう思ってたのに。おお。
スバルくんね。この手紙をスバルくんが読んでいるとき、きっとスバルくんはレムのことをとても怒っていると思います。まさにスバルくんを置いてお屋敷へ向かうレムのことを許してくださいとは言いません。いやけれど今のスバルくんをお屋敷へ連れ帰るのはとても危険です。おっとっていうのはあんたか。おっと、スバルくんはここでレムの帰りを待っていてください。力の足りない役立たずだっていうのかよレム。いやこれはすごく面倒な方を紹介されてしまったのでは。おほほ、わかった。俺が信じられないなら俺もお前に頼ってなんかやるもんかよ。あーもうダメだこれ。あーまさに今うわーですよ。同じ意見や。お父さん、お父さん多分視聴者じゃねえか。うわーなんだ。ここで引き返させてもらえませんか。今さらここまで来て。チリュウ怯えています。チリュウ近づいてはいけない場所が本能でわかるんですよ。チュウが潰れるわ。足が潰れる。今どのあたりだ。すでにメイザース寮に入っています。わかった。行っちゃいけません。一緒に引き返しましょう。金は荷物ごと全部持って行ってくれ。そんなわけにはとにかく考え直して。うーん、死へ向かってんな。静かすぎるだろ。なんかいる。おう、あ、やばいね。あ、終わった。あ、こんにちは。あ、こんにちはじゃなかった。なんなんだよ。そうそう。おー、この陣で対応できねえじゃん。力がねえじゃん。力がねえんだよ。まあでも気持ちはわかるんで焦るっていう。てか焦るんだよ。そりゃ行くんだよ。でも行っても何もできない。いやー、でも行く。あ、これ選択むずいな。帰ってきた。お、いや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 、煙、どっからの煙だ。静かだな、おい。はぁ、バカ野郎。あー、この重さは。おー、音、ギア、守った村が。おー、おー、ギア。おー、おー、レムはどうしたの。レム、レムは、いや、やばい。レムですから、スバル君はここでレムの帰りを待っていてください。必ず迎えに行きます。ご自愛ください。レムが帰るまでお願いですから待っていてください。スバル君のレムより。おう、絶望という病。ひでえな。これどうしたらいいの。行かない方が正解だった。行かない方が正解だった。いやー、失うものは失ってるよな。行かないならば少なくともレムは助かった。まあ結果論になっちゃうけど。で、村の人たちが死んでるのは、まあよっぽど死ぬだろうね。ただエミリアがそのままぶち殺されるかどうかっていうのは、ただ他の人たちは殺される可能性はあるな。だから行かなければ絶対失うんだよね。どっちにしても行く行かないにしても失うものは失ってんだよね。その数、失うものの数。何が正解なのこれ。笑うしかねえな。何をやっても不正解じゃねえかよ。なんでやこれ。まあでも絶対に失うってここからの予想になるけども、正解の道は絶対に失うならば、やっぱ力をつけるしかないよね。もしくはどこからやり直すか次第では、まあまあそれ次第では、何ができんの。それ次第でもじゃねえの。普通に言ってたらもうスバル君には何もできねえからさ。どうすんだよ。はい。ということで、なんだろうな、13の打つ会からのなんか抜け出せなくなっちゃったよ、打つ会から。おい、めぐってんじゃねえかよ。リゼロから始めても打つ会。バカか。はい。ということで、この辺で終了していきたいと思います。グッドボタン、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。いや、胸痛いわ、本当に。重いわ。また次回お会いしましょう。See you next time!